宇賀神引退ということで、本日、まあ、非常に寂しいニュースが入ってきました。まあ、残念なニュースというのは、言い方としてはね、本人が決めたことなので、まあ、残念は残念だけども、まあ、残念なニュースというよりも、まあ、ちょっと悲しいニュースっていうニュアンスの方が強いかなっていうところには、えー、なってきます。宇賀神友也の引退というところで。 まあ、寂しいなっていう、まあ、この時が来たかっていうところにはなってきます。まあ、コロキ心臓が、ね、7月に引退の発表をしてで、まあ、このシーズン最終戦の前とかは、やっぱこういう発表があるかなとか、正直言えば宇賀神どうかなっていうのはちょくちょく思ってはいたんですけども、ただしまあ、えー、発表、引退正式決定と。 いうところとなりました。まあ、コロキとの引退というところです。まあ、明日記者会見がどうも行われるようでございますけども、またそれちょっと僕は明日休みなのでね、ちょっとじっくり聞かせてもらうかというところには、えー、なってきます。中いうとこで、今回、宇賀神選手のコメントとか、えー、これまでの実績等を振り返りながら、まあ、あだこうだね、ちょっとね、えー、話をねしていこうと、えー、思ってます。よろしくお願いいたします。というところで、まずこちら。 っていうとうころでこでれあの宇賀神選手のユニフォーム、僕、あの九州に住んでいるんで、なかなか大原の練習場ってね、いいことができないんですよね。ただ、僕、宇賀神選手好きで、ユニフォームね、実は買って。 ていで、えー、たまたまね多分この大原での練習公開の前の日か次の日かが試合だったんですよねでまあ、前日かその翌日とかかなにちょっと練習行った時にたまたま僕宇賀神選手のユニフォームを着て埼玉スタジアムでゲーム観戦したことがあり、えー、ました多分北ゴールに行ったかなで こう練習終了後にこう選手がね何名かサインしてくれるじゃないですか大原練習場ってねでたまたまね宇賀神選手のユニフォームを持ってたんで,で宇賀神選手もねこうファンサービスに対応して。 くださりましてで、まあ、僕もね、宇賀神選手、サインお願いしますって言ってね、まあ、あとは練習などでお疲れのところなんでね、えー、ちょっと申し訳ないんですけどもね、どうしてもちょっと書いてほしくて、宇賀神選手に、えー、サインをこれ書いてもらいました。で、宇賀神、なんでね、こう僕が宇賀神のユニフォームを買ったかっていう、ちょっと一つ話がありまして、それがですけどもね、もう2010何年かの当時のスカパーの番組で、宇賀神選手が、いや、俺らユニフォーム着た人少ねえんだよね、みたいな ことは話されていたんですよ、ね、ウガジン選手が浦和レッズのなんか、ねえー、とスカパーのチャンネルの方で、いやー、俺のユニフォーム着てる人少なくて、みんな10番とかね、えー、着てんだよねっていうね、えー、探してもい,いねえんだよみたいなこと言ってて、あ なんだやっぱ選手ってそういうの気にするんだと思って、じゃあ俺は買うよっていうところでね、こんなにね、売られずに貢献してくれてるね、選手なんで、いや俺買うよっていうところで買ったのが宇賀神のユニフォームには、えー、なってきます。で、そっから数年後ね、実際に本人からサインをいただきまして、本当にね、嬉しかったっていう、ね、記憶が、えー、ありますね。で、こちら。 でね、だから、宇賀神、コオロキ安倍勇気っていうね、これらの選手たちが、ね、本当に引退かっていう寂しさもありますね。僕はもう家にはユニフォームはね、飾りは、ね、します。こういうふうに飾りはするんですけどもね。まあ、ちょっとこの並んだ選手たちの引退、なんか寂しい並びになってます。まあ、寂しいっていうところと、やっぱ、ね、思い出深い選手たちがどんどん引退していくなっていう。やっぱ、これでユニフォーム買って飾ることで、ね、その選手たちが、ね、この番号を背負って、 えー、たかってくれた記憶っていうのは一生残り続けますんでね。まぁほんとね、引退されますけどもね、えー、ウガジン選手のユニホームという大切にこう飾っていこうと思っておりますけどもね。で、こちら。 というところで、まあウガジン選手の引退発表、ちょっとこれ、公式、ウラレットの公式の方からね、ちょっと引用をさせてもらってます。本人のコメントですね。えー、そう、ウラレットで公式戦4尺試合ですね。まあ本当ウラエンブレム、ずっとね、背負ってくれたな、という感じがします。えー、コメント、2024年シーズンを持ちまして、現役を引退することを決断しました。25年前、そうか、もう25年前か。この誇りあるエンブレムがついたユニフォームに、袖を通した瞬間から、ウラレットというクラブ に惹かれ、えー、プロサッカー選手として活躍することを夢みました。 選手になん夢を叶えた瞬間からこのクラブにタイトルという恩返しをしたと思いだけでここまで走っていきました。えー、ウガジン選手はそもそもね、一旦大学経由でウラツに帰ってくる、まあもともとね、まあ小さい頃からというかね、プロ入りする前、大学生の前から、えー、この育成年代からウラツのユースにいた方なんです。で、大学経由で、ね、当時はそんなにいなかった。今でこそね、大学経由で、ユース出身選手が大学経由でプロに、えー、帰ってくる、そのクラブに帰ってくるみたいなことは、糸図熱きであるんです。 当時はそんなにいませんでしたよね。まあ ユースからトップに上がれ、トップに上がれというかが、そこはウガジンの、ね、判断ももしかしたらあったのかもしれませんけれども、まあ、大学経由でこうクラブに帰ってくるみたいな、まあ本当、ある意味先駆者までは言いませんけどね、ただ最初、本当にね、まだね、そんな珍しくない時期に、えー、ウガジン選手はまあ帰ってくるというところには、えー、なってきますんで、だからまあ25年前っていうね、表現になってるのかなっていうところは、えー、ありますけどもね、本当決して多くの恩返しは、えー、できませんでしたが、ウガジンとまというプロサッカー選手として、一人の人間として、そして裏の男、 ことしての生き様を見せることはできたのではないかと思っています。15年間という幸せなプロサッカー選手生活をされてくれたすべての皆様に感謝します。BR レッドというところでね、まあたくさんの恩返しはね。 もう、恩返しというか、こっちはありがとうございますというところですよね。もう、宇賀神智也っていう名前を一生忘れません。まあ、ちょっと僕は九州に住んでますんでね。この埼玉、浦和での宇賀神選手の活動っていうのは、なんとなく耳に聞いてる。フットサル場ョを作ったとか、なんかいろんな活動を聞いてますんで、今後もね、もう、こう、浦和列とか、裏の街とかに貢献してくれるんじゃないかっていうところはありますし、まあ、将来的にはフロント入り、ね、コオロキも引退、宇賀神も引退、安倍裕樹も引退しましたんでね。 まあこういう選手たちがだんだんね、裏のフロント入りするんじゃないか。まあ、柏木もそういえばもう引退に、ね、引退しちゃったんでね。本当あの時の裏列をされたメンバーがどんどん引退していくっていうのはやっぱ寂しさもありますけどもね。ただ本当これからのね、サッカー人生終わった後の方がね、長い。まあ、サッカー人生というか、まあ、引退後の後がやっぱ長いんで、人生はね。そまあ、どういう風にね、されていくか。まあ、ほんと裏列のフロントとか、えー、コーチングスタッフとかね、わ、まあ、かりませんけども、ただね、今後も裏列というクラブに携わってほしいなという感じはいたしますけどもね。で、こちら。 ほんで、これが、まあ、宇賀神ともやの経歴というところですね。まあ、本当ね、僕と一歳差、一歳差なんですよね。僕が89年生まれなんで、まあ、一歳差というところ、本当ね、年が近い選手がどんどん引退してくれないという差別はね、ありますけどもね、まあ、ポジションミッドフィルダー、浦和、埼玉県出身というところでね、まあ、ご覧の通りで、さっき言ったね、ジュニアユースからレッツ、そこからね、琉球大、そして、えー、特別して、経て、浦レッツで、一旦岐阜に行ったんですけども、また、えー、帰ってきてくるという と,いうところでですすねね J リーーグデビュー鹿島戦だったんです、ね、初ゴールが京都戦、あここら辺はちょっと僕がちょうどウラレッツというクラブからえ若干いろんな事情があって生活環境の変化等で離れてた時期にはなりますけれどもねただ、ウガジンとかまあウラレッツこう僕ほど200 8 9かな2009 8から2010年とかそれぐらいからちょっといろんな事情ちょっと生活環境とかでウラレッツというクラブをなかなか追うことができなかった時期が2、3年間あっ たんでだからちょうどその前後にウガジンはデビ宇賀神してい中選手のねプレイとかはたまにはこう NHK とかではね、えー、総合とかである時は見たりとかねしていたんですけどもねねただねその宇賀神ともあの、まあ、引退というところでまあタイトルはねステージ優勝と、えー、天皇杯ルヴァンカップね、えー、僕はルヴァンカップ2016年行きましたね現地観戦に行きましたで天皇杯2021年特にこの2021年天皇杯での活躍っいうところは印象的でまあ宇賀神 は、ね、い,なかったいなかったんですけどもこの天皇杯21年の、えー、活躍があったからこそその後の、ね、チャンピオンズリーグ、えー、2023優勝ここまでつながりますからね21年に、えー、天皇杯宇賀神選手と活躍もあって、えー、牧野選手との活躍もあって21年、えー、天皇杯取りましたねで、えー、取った後ですね取った後に浦和レッズは CL に出場しその後、えーまあ、年度変わりますけどもね23年に天皇杯あ あれか ACL 優勝というのがありましたので、これ21年の宇賀神の活躍があったからこそ、23年の ACL があったというところで、宇賀神自体は実はチャンピオンズリーグ23年はいなかったんで、獲得タイトルがないんですけれども、ただ23年獲得タイトルは宇賀神のおかげみたいなところもあるというところにはなってきますよね。で、こちら。で、これがまあ通算の成績にはなってきます。 えもう20年、まあ、1年目から26試合2ゴール上げる活躍を見せております、ねまあ、だから安定して売られているのは結局、ね、いろんな選手が宇賀神のライバルとして、ね、加入した過去があります。それこそ橋本選手とかね、ね橋本渡る選手とか、まあ、結構サイドバックとか宇賀神選手のポジションのところはライバル的な選手がねちょくちょく加入するんですよね。加入するんだけども、最終的なんだかんだでやっぱり宇賀神が、ね、先発で、えー、名をつつられるみたいな。結局宇賀 ウガジンが先発だよね、みたいな。ね、ウガジンもこんだけゲームに出てますけどね、こんだけゲームに出ているんだけども、じゃあね、常にこうライバルがいなかったかっょっうとそうでもなくて、いろんなこうライバルとの、ね、争いを勝ち上がって最終的にはこんだけのゲーム数に、彼らのまあ400試合に出番があったちゅいうところにはなってきますんで、まあ、いかにね、歴代の監督からまあ信用されたか、まあ、ミシャが中心のね、ところもありますけども、ただまあ本当ね、まあ、監督、どんな選手を補強されてもウガジン選手のところに、 どんな選手加入補強あってもですけどもね、彼はずっと結果を残し続けているというところには、えー、なってきます。まあ、岐阜時でも言うと30試合、34試合ずっと出ておりましたんでね。で、えー、20年、ウラッツでは、まあ、リーグ戦は1試合というところには、えー、なってきますよね。これがだからウラッツでの、まあ、輝かしい実績にはなってきます。まあ、ウラッツプラス岐阜での、ね、輝,か輝かしい実績にはなっていくんです。こんでも岐阜でそのまま引退するかなというのはね、思っていたんですけども、しかしまあ帰ってきて、ね、こんだけ結果を 残す本当ね、ありがとうという気持ちが一番強いです。本当にね、もうね、宇賀神、あなたがこのね、プロリーグをずっとウラエッツの左サイドを咲、えー、いてくれたとになりますんでね、まずはゆっくり休んでね、ね今後も本当、ウラレッツというクラブ、J リーグに貢献してほしいなというところには、えー、なってきますけどもね、はい。というところで以上です。以上、パラブンテ、ウラレッツ激烈応援チャンネルでございました。よかったちチャンネルでます。さな